ロマン・トーテンベルクは、ポーランド出身のバイオリニスト、ウッチの生まれ。6歳でバイオリンをはじめ、ミエチスワフ・ミハロビチにバイオリンを学ぶ。1923年に、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団と共演して、デビューを果たし、その後、ベルリンに留学して、カール・フレッシュ文化となった。1931年には、国際メンデルスゾーン賞を受賞し、パリで、 ピエール・モントゥーやジョルジェ・ネスクラと共演し、ダリウス・ミオウの知恵を得た。1935年には、イギリスとアメリカに演奏旅行を行い、成功を収めた。1938年にはアメリカに移住している。その後は、アメリカを中心に演奏活動を展開し、アルトゥール・オーネゲルの無伴奏バイオリン・ソナタのアメリカ初演、ウィリアム・シューマンのバイオリン競奏曲。 クシュシュトフペンデレツキのカプリッチョなどの初演を担当した。また、教育活動にも従事し、アスペンやタングルウッドで継続的に更新の指導に当たったほか、1961年から1978年までは、ボストン大学の弦楽器部門の主任教授を務めていた。ニュートンで没。ありがとうございます。